ども皆さんおはこんばんちはです、ポポスです。今日は今バラバラにしていってるサンサンセドリックさんなんですけれども、なめっちゃ専門的まずですね、オイル抜く場所ですね。エンジンオイルとかオートモオイル抜く場所で、デフオイルで、デフオイルをなんで抜くかっていうと、最後はデフをバラバラに、バラバラ、デフをバラバラやんな、バラバラにはせえへんけど、デフを外していくから、それの準備段階でね、デフオイルを抜いてプロペラシャフトを外してっていうまでのところを見ていきますので、まあデフ交換する人やなとかも一緒に見てもらえればと思います。ではお願いします。めっちゃ偉そうに言ったけど私はしません、社長です。とりあえずまあ、はい、ラジエーター、ここね、はい、エンジンオイルは入れるところね、はい、これです。硬い時はあれかと思ったあれやん、ね、うん、はい、ゲージは黄色いの、ね、はい、でオートモイルはここ、はい、この上からいきます。ここに丸いのが刺さっててね、はい、オートモイルは、はい、だいたいまあ抜いた量を割りして、うん、でエンジンオイルは多分分かってると思うけど、うん、オートモイルは、はい、場所ね、見えるかな、ロー H、 LOH って書いてあるね。だからまあ、うん、これだったら抜くめたところでいっぱいかな、はい、エンジンかけてね、うん、まあ、パーキングでもニュートラルでもどっちでもいいと思うけど、はい、抜くめてここまでね、はい、エンジンかけた状態でね、はい、エンジン止めた状態は分かんないかけた状態でね、まあ、ここで、まあ、これちょっと抜きっぱなししとくわ。 OK、はい、まずはエンジンオイルから。ドレインボルトの位置はこれです。これ14、はい、こういう感じ、はい、次にオートマオイル、はい、裏側やな多分な。オートマオイルは全部な、これちょっとな、脱ぎ切れへんっていうか、はい、ちょっと段差なってるやん、これこれやで、これ、うん、これこれです。17、17、1919、うん、ちょっとこの辺盛り上がってるところにあるから、うん、最後まで抜けへんかな。ちょっとジャッキで上げたってもいいかも、ね、あー前上げでね、うん、こう、うん、パッキンはあの、はい、多分一緒のパッキンで来るわけ。おう、エンジンかな。おう、そういうことね、うん、はい、で次デフオイルか、うん、後ろたっ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 たー、さあこれです。四角くなってるところ、うん、はい、でこれが抜くとこで、はい、入れるところが横にあるはず。ないね。あと、あ、これか、あ、入れるところがこっち。専用のやつはパンちゃうかな。これな、うん、12.7 メーターな。これ。で、確かな、うん、もうちょっと小さいはずで、うん。一緒かな。分の1。大きかったのか、13やったかな。うん。な。あ、そうそう、見た。ね、うん、で、これやったら、ちょっとあるね、うん、だからまあ12でも13、これ2分の1かなんか書いてない、2分の1書いてたよ、見えへんけどね、13、うん、書いてる、うん、2分の1書いてた、うん、はい、13、はい、でとりあえず、はい、入れるところから、はい、な、はい、これはもう何のデフでも一緒ですね、毎回、うん、一緒。こんな安で売ってんじゃん、うん、あるんかな、うん、工具で、うん、次入れる方からで、さっき、はい、オイルの量は、うん、まあ、今こぼれへんやか、これ、まあ、入れていってたーっとこぼれて垂らしきってここまで、はい、その線までね、うん、全体的に、うん、まあもう入ってないから抜いとけなそれから、まあ、はい、これです。でこっちが潰れたら、はい、もうキャップ閉めてオイルはもう交換しないで、
はい、入れるところが潰れてるときは特にもうそのまま抜かない、うん、はい、抜かない。だから先に入れる方を抜かないといけない。そうそうそう、はい、こっちが潰れたりで、これ締めすぎたらこうパーンって割れて膨れるから、はい、液体パッキン塗って適量でこうクッと軽く、はい、テルクで分からへんな、軽くテルクで、ね、あ、そうな、なんぼでも締まるから長い、この柔軟、これなんかやったらなんぼでも締まるやん。その今使ってた工具やったらね、うん、おい、あ、綺麗、うん、はい、まあ、これはなめっちゃ綺麗やな。マグチョが定期的にやってる。ああ、そうかそうか、これでデフオイルまで抜けてきましたね。だからあとはもう閉めてで、はい、これ工具、うん、あ、ちょ、あの磁石ついてる方が下ね、うん、ボルトね、はいはいはい、これは絶対ここに液体パッキンかシールテープ塗って、うん、はい、まあ、軽く閉めても漏れへんの、うん、これもな、何ぼでも閉まるから、へえ、うん、はい、気をつけて、うん、まあとりあえず抜いていこうか、オイル。もうこれでとりあえず抜いて、はい、そのまましようか。OK、はい、プロペラシャンプー、もうついでにプロペラシャンプー、これでーす、うん、はい、プロペラシャフトいきます。で、まあ、こういうやつはまあ外しても外さない、うん、えーと、はい、とりあえずまあこの感じ、うん、印をつける、うん、はい、こんな感じ、うん、でこいつもとりあえず外すから真ん中、うん、まあこういう感じ、ね、こっから見えてるし、うん、はい、こんな感じですね、はい、とりあえずまあ時間のあれで、うんうんうん、はい、なんぼ？トーミリ、トーミリ、はい、でここは14です、ね、14、はい、でとりあえずこれ前は前で、うん、後ろは後ろで、はい、いきます。こいつもちょっといっとこうか、はい、14、12、あ、12、ごめんなさい、4本、でまあサイドは外しとけんかったら、うん、で、うん、こいつは多分ここで止まるタイプやったら、ね、うん、ちゃうかな、傷つけへんように、はい、こう取り込んでもらって、はい、で、こちら14、反対ナット、うん、14、こうやってくるくる回しながら止めて緩めていく、うん、ナット側をニュートラルにもしようか、パーキングからロックするんちゃうかな、そういうことね、やっぱ反対側は、うん、こっちは回れへんようになってるね、うん、でもあんまりこう締めすぎたらこの逆に言うと角取れたら、ま、回りだから、そういうことね、うん、回り出したらスパナで締めるか、うん、大変やな、そうなったら、うん、おう、でこの動画の外した後に、はい、この1軸と2軸のこの寸法、はい、測って、はい、測るから、はい、そこまでまあ見といてくれたら、はい、でまあボルトナット側にワッシャー、ね、ナット側にワッシャー、はい、でこっちが欲しいいう人は両方出すから、うん、はい、出品するから、はい、発送は、うん、まあ、単体でもいいし、一本はつけとかな、危ない、一本はつけとく、うん、はい、こっちも一緒やと思うな、ここが当たって回れへんなるから、はい、
なんついてか全く一緒ですね、うん、ナットがついてあるからナットを回していってもらう、うん、うん、はーい、よいしょ、こっちから行こうかな。4本緩めてきてもらって、うん、まあ、一緒ですね、うん、はい、もう外すな、一緒、うん、よいしょ、こいつはひら、ひらになってるから、うん、こういう感じ、はい、スプリングワッシャーなし、さっきのラスト1本を取ってきて、ね、はい、こんな感じでね、はい、まあ、この縁、はい、両方とも引っかかってるから、はい、ちょっとこう揺さぶる、うん、揺さぶってあげてね、はい、商品紹介、まあ、はい、どっちが前だか、まあ、この黄色が黄色いっぱいついてる方が後ろな、デブがで、はい、筋1本はミッション前な、あともうこいつもそのまま外してるわ、はい、別にオイル抜かんでも、うん、外れるから、はい、本外したら、うん、外したら抜くだけ、おお、はい、ここここういう感じですね、あ、まあ、シール傷つけへんようにまっすぐ入れると、はい、ミッションオイルが垂れてくるからね、はい、よいしょ、できたー、うん、よいしょ、うん、こんな感じでーす、うん、何、どこ一番見しといたらいいんやろ、まあ、どこでもいいの、うん、とりあえず、まあ、まずはい、まずどこの後ろっかの方、二軸っていうかな、はい、まっすぐにして、うん、とりあえずだいたい 69.5 ぐらい、 69.5、まっすぐして、うん、まっすぐして、69.5 ぐらいな、うん、こいつはここから、はい、どこでいくかな、まあ、ここやったら71ぐらいな、うん、この、1ぐらい、うん、な、ここね、うん、はい、ジョイント部のセンターで言ったら70 4.5 ぐらいか、このセンターね、はい、うん、全長やったら90、90弱やね、90ぐらいね、うん、90ぐらいちゃうかな、うん、はい、これぐらいな、はい、これセットで出すから、はい、うん、こんな感じです、うん、この後まあデフもまた行こうから、うん、はい、デフはする人はここの外し方ね、うん、見てくれて、うんうん、見てもらってね、今日こんな感じでサンサンセドリックさんの、まあ、オイルの抜き方、電子の3種類のオイルの抜き方とプロペラシャフトやってきました。これまたプロペラシャフトヤフオクションで出してますので、アルファベットの E-Y33 で検索してみてください、お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね、バイバーイ。